第6回戦前日本の公教育。飛鳥時代は大学寮となかったんですね。これは官僚の育成、中国の華僑に習ったものでした。そして中世武家社会では寺院ですね、寺子屋の原型。室町時代中期は足利学校や僧侶、江戸時代になると寺子屋ですね、これは庶民、男女が行けていて 3Rs を行っていた。読み書きそろばん、そして全国で1万5000もあったと。今の小学校が2万2000なので、その数は圧倒的ですよね。そして武士の藩校や豪校私塾というのがあった。手習いを行ったり、往来者として教科書が使われたと。そして寺子のマンツーマンで教育が行われ、家計に見合っただけのお礼が行われたと。武士は昌平坂学問所とか行きましたよね。江戸幕府の直轄、これ朱子学を学びましたと。幕府の官僚を養成したんですね。藩校においては儒学、蘭学、洋学ですね。会津日進館とかが有名。豪校は寺子屋よりもややレベルが高いと。武士と庶民が区別されずに入学できる。私塾として松下村塾や慶応義塾があった。福沢諭吉が学問の進めを表したりしましたね。そして近世から近代へ。1871年に文部省ができ、72年に学制ができたと。そして学士が奨励され、実学、国民改革、受益者負担が起こった。そして79年に自由教育令。初代文部大臣は森有則。明治末期の就学率は 90% 以上。全員通うのは尋常小学校のみ。分岐型であり、これが格差を固定し助長したとも言える。1872年になると東京師範学校というのができた。障害児教育を行い、地方民間主導で行った。幼児教育は東京女子師範学校ですね、付属幼稚園とかありますけど、これは後のお茶の水女子大学ですね。1879年教学制止。1886年教科書検定制度ができ、89年に帝国憲法、90年に教育勅語が天皇から出されたと。そして日露戦争後の新教育運動として、子ども中心主義ですね、これデューイのもの。そして鈴木三重吉の赤い鳥とか有名。第二次世界大戦になると41年国民学校令というのが出されました。第7回戦後日本の公教育1。 NHK アーカイブスから、日本の学校教育が階層化しているんですね。知識か考える力、どっちが大事なんでしょうか。46年アメリカ教育使節団というのが来ました。そして三重の尾鷲とかですね。学習指導要領は一応の基準であり、だから試案なんですね。広島の三原とか、山形の神山の山彦学校、そして日本教職員組合というのが日教組ですね。1968年 GNP が世界2位になった日本はですね。新幹線教育、生徒から教師への暴力が起こったり、校則が強化された。中曽根康弘さんが戦後教育の総決算として、電電公社と国鉄を民営化、教育の自由化により個性が尊重され、嫌いになったら自発的に学ばなくなるんですね、子供は。狩谷武彦さんとか、分数ができない大学生ですね。ゆとり教育の国王、総合的な学習の時間。2006年に教育基本法が改正された。母親の学歴別の子供の学校外の学習時間が1979年から97年になると差が拡大していると。教育も水道や電気ガスと同じであり、インフラなんですね。戦後日本の公教育2番。学習指導要領、これは子供を学ぶ主体として認識していると。ほぼ10年ごとに改定される。教育の結果は20年ぐらい経たないとわからないのに、まあ、10年ごとに改正されてしまうと。 CIE というのは民間情報教育局、分岐型から単線型になった。1947年のものは試案であり、法的拘束力はなかった。子ども中心主義、経験主義。51年になるとコアカリキュラム、コアというのは社会科のこと。そして経済復興、成長期、即戦力、少年の非行化が増加し、道徳教育が重要になった。スプートニックショックですね、これは理数教育を充実させるように。また知識の系統性、社会科から道徳が独立した。教育課程の現代化として点数至上主義、全人教育が行われるようになった。ゆとりと充実から落ちこぼれの増加、受験競争、カリキュラムの人間化が行われるようになった。臨教審というのは生涯学習体系を決めていると。基礎基本と個性の重視、低学年に生活化が取り入れられた。ゆとりと生きる力が大事であるとされ、地位徳体ですね。2002年から完全に学校が週5日になったと。そして確かな学力を2008年に謳い、ゆとりと授業時間数の増加は矛盾しないことが分かった。主体的、対話的で深い学びを2017年から、アクティブラーニング、主体的、対話的、深い学び、カリキュラムマネジメント、道徳は点数ではなく文章で評価、公民化に公共が新設されるようになりました。教育方法から第1項、
印象に残っている授業だ、なんとか何かありますかね。私は中学校のマグネシウムの燃焼ですね。またお椀の中のコインの水と光の屈折とかも面白いと。昨今はアクティブラーニングが有名になってきた。主体的、対話的で深い学びですね。ボンウェル、アクティブラーニングというのはボンウェル&エイソンの1991年の本が基本。アメリカの高等教育ですね。授業評価アンケート FD。主体的、対話的で深い学びは2011年の学習指導要領改定から行われている。そしてガニエの旧の教授思想というのも有名。教授辞書。教科書を教えるんではなく、教科書で教える。独自の学びの世界を作る。閉じた形における教師と開いた形における教師。インタラクショナルデザインというのは、トクソノミー、ADDIE モデル、旧インストラクチャルイベント、評価を次の設計に生かす。目標とプロセスの間の整合性を図る。行動主義的学習観ですね。学びの範囲の限定。これは目標潰しであると。オリエンテーション。不益と流行。変わらない課題はないか。リフレクティブネスというのは小冊ですね。自分の行動そのものを問い、ただす。問い直す。第2回、教材とメディアの活用。深い学びというのは、いう意味である。自身の認知構造に関連づける。自ら概念形成し、問題解決できると。教科書とは検定を経たものである。採択するのは学校の設置主体によって異なる。主たる教材としての教科書として、参考図書は違うと。検定することの意義として選択肢を担保し、民間会社の多様性と創意工夫を期待してもことですね。そして素材の、教材化ですね。西野園春夫さん、授業設計とは仮説を形成していくことである。リソーシズからサブジェクトマターズで。そして授業におけるメディア活用ですね。ソサエティ 5.0、ICT の活用ですね。テクノロジープッシュと、テクノロジープッシュは技術が視点であるが、ディマンドプルにニーズのために技術を導入すると。ディマンドプルというのはニーズのために技術を導入するということ。それ本当にいる的な視点も重要である。ICT 機器の授業活用には資本主義的な背景が入り込んでいる。メディアというのは媒介、仲立ちのこと、ミディアムの複数形、化学反応の触媒、あの世とこの世をつなぐ人、霊媒師という意味があります。佐伯豊の学びのドーナツ理論というのがあります。何かを媒にして、仲立ちにして外界との接点を持つ、関わっていくというモデルです。ワーチさんは道具を使用することによる、自己の認知システムの拡張に着目。自己認知システム、身体の拡張ですね。CSCL というのはコンピューターサポーティドコラボレイティブラーニングのこと。その ICD 機器は子供に何を媒介しようとしているのか。渋谷区の取り組みですね。自治体間の格差とかがあると。ICT 授業はテクノロジープッシュで進みがちである。またギガスクール構想とかありますよね。そしてキーボード入力、タイピングスキルの低下。そして BYOD の現実味ですね。学用品、Flying Your Own Device。タブレット端末を自分で用意しなければいけないところもあると。工業モデルの学校から生徒中心の個々の学習ニーズに沿ったものになった。学級編成や学年進行のカリキュラム自体が変わってくるかもしれない。第3回、教育方法の理論。授業という方法は教育方法の数ある方法のうちの一つである。学習支援などの方法や学習外の教育活動もある。授業というのは同じ環境を共有し、共同的な学習を経験する場である。これが内的条件である。経験する場であり、検査室ではないと。授業内的条件と外的条件を支えたり見直したりしていく必要がある。外的条件として授業者と学習者がある。学習者は授業者にはコントロールできません。そして参加の視点が重要である。文化的領域への参加ですね。そして拡張の視点も重要。未だここにないものを学ぶ。これからの看護を作っていく人を育てるものですね。今存在している看護のあり方を超えて、これからの看護を作っていく人を育てるのが看護教育なんです。そして参加の視点というのは文化的領域、実践共同体への参加ですね。資格を持つということだけではなく、職業特有の知識、技能、倫理、職務規範、文化、慣習を体得していくものである。正統的周辺参加論というのは体系的学習理論のことですね。レイブとウェンガーが発音したもの。周辺的な仕事ではなく、従前的な参加へと至るプロセスである。学習とはアイデンティティの変容である。限界とはモデルケースなどの間接経験であり、参加そのものは保証できない。可能性とは実践と距離を置いて冷静に考察すること、学習者の保護であり、体系的に精緻化させる学習、参加の前段階になり得る可能性がある。学習者のアイデンティティの変容を促せるか、認知的な変容を促していこう。学習者というのは固有の経験、ルーツ、背景がある。
学習者の側の学習観ですね、独自の動機がいると。授業者というのは興味や多様な活動、一人の院生学生として学び続けている授業者たち、すでに独自の感情を持った認識、教育観を持っていると。ケアに基づく教育関係ですね、ケアリングというのはノーディングスが1984年に作りました。ケアリングの外側にノーウィングがある。ノーウィングというのは知的な働きのこと。教育を学ぶ警察官とかもいますよ。固有の感情を持って認識という固有の感情を伴っている、その認識のありように応じて教える内容の理解が変わるんですね。学ぶ、教えるという主体的な行為が伴う。授業は授業者と学習者たちとの共同で創出される。現実の授業はジレンマだらけである。授業者の意図と学習者の動機のズレ、教材がない、ルールや慣習、文化がある、時間割が過密すぎる、同僚の理解を得られない、学習者としては空気を読み合いすぎて関係が邪悪で、グループ学習が効果を発揮できない、私生活の問題もある。これらのジレンマを乗り越えてでも取り組む価値のある社会的な活動が授業である。そして職務文書。拡張的学習論として、未だここにないものを学ぶ、新しい看護文化を作り出す、新しい時代の看護を支える看護職を作り出していく、参加は今ある看護文化の再生産、コピーを促してしまうという側面もある。社会や病気は変わるのに。授業作りの実践ですね。第4項。授業者の言葉が大事であると。説明、発問などがありますがけれども、説明というのは授業の方向性、強調事項や正しい知識を伝える。発言や学習内容の関連性を明確にする。大事なことは言葉の力だけに頼らないこと。配布資料や間や雰囲気が大事。説明の先をイメージできるように促す。学習者と一緒に作り上げる過程を取り入れる。これにより思考が活性化する。そして学習者の反応を見ながら行う。言葉の置き換えや別の例を使うと。発問として、状況依存的に作られるものである。確認、思考を広げる、思考を深める、手がかり、ヒントを与える。補助発問を与えると。学習者の不規則発言もありますよね。板書きとパワポの違い。板書きは可変であり、パワポは作成済み。板書きは同時進行であるが、パワポは情報が多い。板書きは的を絞った言葉を言えるが、パワポは90分で消化できるもの以上のものを伝えられる。板書きは黒板が重要事項だらけ。パワポは視覚的にいい。板書きは時間的制約があるが、パワポは時間を予測しやすい。板書きは授業を可視化できる、見える化する、記録できるんですね。教室の共有財産。自分の授業を評価する際の資料にもなる。なので自分が授業者側になったら板書きを写真で撮るといい。そして2番目に、学習者の思考整理し促進する基盤である。集団思考というのは集団で考えることにより考えが広がり深まる。授業全体の共通のノートが板書きなんである。板書き計画や文字量と配色、板書き練習が大事である。授業とは授業者と学習者が記号を媒介物として教育を成立させる営みのことである。教育方法第5項、授業の構造から。教育観とは人がどのような教育を理想として考えているかを表した思想である。暗黙的に形成され絶えず進化変化していくものである。身体技法と言葉の機能は深く結びついている。教育の構造3番目、学習指導案について。これは教育実践の要となる授業の計画を記したもののこと。1コマ90分授業のことを1単位時間という。学生観、教材観、指導観が大事である。教具というのはハードのこと、テキストですね。そして教材というのはソフト、テキストの中身の文章のこと。そして、機関指導、机の間の指導ですね。学生の机の間を通って様子をチェックしていこう。そして、授業単元、カリキュラムですね。ラリー9番のカリキュラム概念、総構想で捉えた概念です。カリキュラムの見通しを持って、学んでもらう方法上の工夫が求められる。自律的な学習者を求めていく。技術的熟達者モデルですね。そして反省的、小冊的実践化モデルにより暗黙知を導き出す。互いを育て合う同僚性ですね。同僚間関係が必要である。単に仲良し集団になることではありません。授業について研究する雰囲気が校内研修という文化になる。